ウェルカムフラワーをいただきました。かわいい、嬉しい、かわいい。リンゴもなんかかわいく見える。かわいい、円盤的な。全部の景色がここで見れる。すごい。ブルガリのホテルのレストランに来ました。すごい。これはナス。このバッグはサンローランの新しいバッグで、夏のコーディネートに合うかなと思ってこのホワイトを選びました。今日は上海に来るので、いつもはちっちゃいバッグを持つんですけど、今日は大きめのバッグで来ました。携帯だらけなんだけど。Vlog とかビデオを撮るのに必ず旅行に持ってきます。あとノートね。あとこれは手を除菌するやつ、コスメのポーチで、これ私の私のポーチ。これはアクセサリーポーチで、これも私のブランドハーリップトゥーのアクセサリーポーチです。結構シンプルな服装が多いので、こういう大きめのアクセサリーをつけます。Tシャツとかデニムとかが多いので、こういう大きめのアクセサリーをポイントにしてます。これをつけるだけで顔がパッと明るくなるので、大きいアクセサリーはおすすめです。次はポーチです。1泊とか2泊とかの時はこのくらいの大きさのポーチに入れてきます。今回はメイクさんがいるので、ちょっといつもより少なめなんですけど、アイシャドウ、アイシャドウのパレットが2つとリップとネイルだけ。少なめです。アイシャドウはナーズとディオールを持ってきました。ナーズはこんな感じ。なんか中国って赤いシャドウとかをじわっと綺麗にのせるようなメイクのイメージなので、勝手にそのイメージで選んで持ってきました。ちょっとオレンジっぽくも見えるので肌になじみやすい。こんな感じ。ディオールのパレット、これは限定のやつなのかな。これは普段よく使ってます。やっぱりオレンジが好きなんだよな。なんかこういうオレンジでアイホールも下まぶたもこういう色で囲むのにハマってます。こんな感じ。
てアイラインは普段あんまり引かないんだけど、こういう濃いめの色で締めていく感じですね。で今回リップはトム・フォードの10番チェリーラッシュ。トム・フォードのリップはもう大好きでいろんな色を持ってるんだけど、赤のリップは好きなんですけど、今回はちょっとチェリー色、チェリーレッドを選びました。でネイルはエレガンスのネイル、ネイルカラーの20番です。旅行とか1泊とか2泊の時は私セルフネイルなんですけど、ネイルリムーバーを持ってきたくないから、こういうなんていうんだろう、パールとか偏光パールみたいなので上から塗り直せるようにこういう色を選びます。赤とか色がカラーになっちゃうと結構汚くなっちゃうので、こういう上から塗れるネイルはとっても便利です。このスーツケースに持ってきた洋服を紹介します。このスーツケースはグローブトノッターのこのピンクのカラーで、1泊2泊なのでこのサイズできました。まずこれ昨日着てたからちょっとシワシワなんだけど、パンツ、この何リネンっぽい素材のショートパンツに、これも同じブランドだ、ハーフスリーブの白いトップスと合わせました。あとはなんか最近ちょっとミニスカートとブーツの気分なので、これはイザベル・モランのミニスカート、これはこういうリブの T シャツに合わせようかなと思って持ってきました。これはブーツに合わせたくて持ってきたの、ウエスタンブーツ、ショートのアンクル丈のウエスタンブーツ、夏結構履きます。あと私のプロデュースしているハーリップトゥーのニットのリブワンピ、これは体のラインがすごく綺麗に見えて細く見えるのですごくおすすめです。でこのカラーのローズブラウンのカラーも今年の夏っぽいので気に入ってます。こういうスタイルがよく見えるようなお洋服はハーリップトゥー得意なので、いつも毎シーズン作ってます。あと次もハーリップトゥーなんですけど、夏っぽくクロシェニットのセットアップです。これはキャミソールのトップスとマーメイドスカート、これもちょっとスタイルが体をカービィにスタイルよく見せてくれるスカートで、こういうセットアップで女性らしい体に見せてくれるのでとても気に入ってます。今回靴はこのガニの、ウエスタンブーツと今履いてるオニツカタイガーとジバンシーのコラボのスニーカー、この2つを持ってきました。だいたい何でも白いスニーカーがあったら何でも合うかなと思って、海外行く時とかはこういうシンプルな白いスニーカーを持ってきます。今日の私服はハイプトゥーのロンパースです。普段ロンパースとかオールインワンが大好きなので自分でも作ってみました。袖のところがストライプになってるのもポイントです。认识你们很高兴。认识你们很高兴。哎，我喜欢茶。我喜欢茶。我喜欢茶。3、2、1，请点彩多多多。おめでとうございます。恭喜。これがすごいか。いっぱいある。
ここに鬼塚タイガーって書いてある。全部かわいい。もらいました。かわいい、ね、すごいキラキラ。我在新天地。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。